スペイン人、スペイン人、スペイン人はヨーロッパ南西部のイベリア半島の国家スペインの国籍保持者もしくはその住民。スペイン国家の住民を表す用語としてラスプエブロウズデーエスポニア、スペイン国家の諸民族なる表現もしばしば用いられる。スペインという国の成立は西欧主要国の中でも比較的古い部類に入る。しかし、 スペイン人という民族グループの成立は、統一の立役者として、スペイン人を自負するカスティーリャ王国の住民と、その過程で失われた国々、カタルーニャ君主国、ナバラ王国などの住民という対立軸から、今日に至るまで、スペイン国民全体をまとめる存在にはなり得ていない。また、スペイン人、カスティーリャ人の間でも、初期からのカスティーリャ王国住民と、 後々に併合された国、アラゴン王国、レオン王国やレコンキスタが完成するまでの長期間をイスラム圏過ごしたアンダルシア地方の住民とで文化的な対立が存在している。現在のスペインを概ね含む体制が成立したのは1469年のカスティーデ・アラゴン連合の成立及び同国による1492年のレコンキスタ完了によってとなる。 だが、あくまでも、中世、近世的な領域拡大であって、集権的な国民国家が形成されたわけではなかった。そのような試みが行われるのは18世紀頃に、入ってからであるが、中央集権を行うには、地方勢力を抑えられるだけの権威力が必要となるにもかかわらず、カスティーリア人の領域である、イベリア半島中央部は広大ながら貧しい地域であった。 産業革命が起きると沿岸部のカタルーニアと資源地帯のバスク地方が発展する一方、双方を持たないカスティーリアは一層に弱体化した。そもそもスペインという枠組みも相次いで植民地を失う中で以前見えていた植民地からの利益は浪費により失われた国際的な権威を失墜させていた。地方勢力の不満と国家主義者の危機感は スペイン内戦を引き起こした。内戦を制したフランシスコ・フランコ政権下で推し進められた国家主義は地方の民族主義を徹底して弾圧した。しかし逆にスペイン人と対立する民族への貴族心を一層に強める効果ももたらし、やがてフランコ死後に成立した自由主義政権では各民族運動の議会進出が進んだ。民主化後のスペインは フランコ政権時代の反省から自治権の拡大などの政治的情報に応じ、1978年に制定された新憲法スペイン民主化憲法に憲法は地方の自治と団結を保障するとの文が記載された。自治権は多くのスペイン主義者や地方主義者の恩憲派に受け入れられたが、過激な国家主義者たちは自治権をスペイン国家解散への前哨と批判して、 政府と地方運動の双方を攻撃した。また地方運動の強硬派も完全な独立を阻止しようとする飴玉だと批判。政府と自販恩憲派を攻撃した。この奇妙な対立が最も顕著に現れたのがカタルーニャ州のさらなる自治権拡大を定めた法案議会で審議された時で、ほとんどの住民がこの法案に賛同する中、カタルーニャ独立運動の最強硬派は、 国家解体の第一歩、スペインのバルカン半島化と同法案を批判していた国家主義者グループと共にこの法案に反対していた。上述の通り、地方民族の多くは、スペインという国に関しては、経済的、軍事的な連合体としては一定の評価を与えており、急速な独立や内戦には消極的である。しかしそれはあくまで、 スペインが多民族国家であることが大前提であり、彼らの多くは最終的にスペインが連邦制国家や国家連合体へ変化することを望んでいる。スペイン政府が行った調査によれば、スペイン民族という概念に貴族心を持つスペイン国民は半数以下であった。カタルーニャ人の独立心の高さはしばしばバスク人と共に、 スペインの地方運動の象徴として紹介される。カタルーニャ人自身もこうした運動をカタラニスマと呼称し、ほとんどの住民が程度の差はあれど、カタラニスマに基づいた政治活動に賛同している。カルタゴ共和国に起源を持つカタルーニャ地方は、古代においては他のイベリア住民と同じくローマ帝国の支配を受けてラテン人化され、中世では フランク王国のイベリア北部占領でイスラム教の支配から早々に逃れた。フランク王がスペイン辺境伯領を設置すると、フランク領内の人材が一代限りの伯爵として派遣されることになるが、その中の一人であった南仏出身のギフレ一世がバルロナ伯くらいの世襲化に成功した。ギフレはカタルーニャの主流を占めていた南フランス系移民と旧支配層である。 西元住民双方の血筋を引いており、同地に住まう人々を一つにまとめ、フランク王権州編国から独立した存在に、するなど、今日のカタルーニャの基礎を築き上げた。カタルーニャ人のシンボルたるカタルーニャバも、ギフレが用いた紋章を元としている。近世に入って大国化したカスティーリャ王国、スペイン王国が、ナスル朝、イスラム帝国を滅ぼして、レコンキスタを完成させると、 ほどなく、カタルーニャ君主国は、独立を失って従属下に置かれた。だが、民族意識の統合に不可欠である。文化統一において、南フランスの奥諸法の影響を受けたカタルーニャ語を使い、レコンキスタ完成まで、決して、スペイン王国に合流しなかった歴史を持つカタルーニャは、異端以外の何者でもなかった。カタルーニャ人はたびたび反乱を起こしては、スペイン王国の悩みの種となり、 特に1640年のカタルーニャ判断は世界帝国に躍進していたスペインが挑する一つの契機となった。近代に入って衰退著しいスペイン王国がリーフ戦争での集大を原因とする内乱に突入するスペイン内戦と多くのカタルーニャ人は地方運動に理解を示していた共和国軍側について戦ったフランシスコ・フランコ将軍率いる反乱軍に敗れた。 フランコ政権は国家主義的な政策を推進し、カタルーニャを経済的に優遇しつつ、カタルーニャ語の使用を禁止するなど、飴と鞭を使い分けての動画を進めたが、カタルーニャ人はむしろ一層に結束を固めた。フランコ没後の民主化によって、カタルーニャ人は大幅な自治権を与えられ、カタルーニャ語は明確にスペイン語とは異なる言語と認められた上で、公用語の一つとされる。 現在もカタルーニャ人は、スペインの地方運動において、最も強硬で、地元議会で独立派、実地賛成派議員が多数を占める上に、カタルーニャ人の利益を代表する政党として、結成された集中と統一の委を中央政界に送り出している。バルセロナオリンピックでは、開会式で、スペイン国旗上にカタルーニャ旗を振り回す観客が多かったという逸話が残っている。 バレンシア地方は、カタルーニャ地方の南部に相当する地域で、バレンシア人という独自の民族意識を有している。しかし言語面では、バレンシア語は、カタルーニャ語の方言とされ、しばしば議論の対象となる。アンダルシアとカスティーリアの関係と類似していると言える。彼ら自身の言葉で言えば、エウスカリ人となるバスク地方の人々は、スペインのみならず、 世界によく知られた独立精神を持っている。生産なテロ行為や内戦すら恐れない彼らの強烈な自尊心は一般に知られる言語の得意性だけを理由としているわけではない。むしろその言語の得意性を生んだ古代から今日に至るまで一貫して他者と交わらず征服者に抵抗してきた歴史が背景にある。今日こそ領域。 人口数ともに少数派へと転じてはいるが、バスク人はイベリアで最も古くから存在している民族集団である。それは他のイベリア系諸民族がローマ帝国に飲み込まれ、ラテン人化され行く中、ただ唯一事実上の独立を勝ち得ていた古代の時代が終わりを迎えてからのことになる。イスラム帝国やフランク王国など、ローマに代わる外国勢力が入り込み始めた中世初期、 バスク人は、族長イニゴアリスタに引き入られてフランクとイスラム、双方へ反旗を翻し、彼らを破って、バンプローナ王国を築いた。代を重ねて、ナバラ王国と名を改めた、バスク人の国は、アリスタ王の血を引く大王三朝著参時代に、イスラム勢の一部を従え、さらに、コイン外交で、アラゴン王国、カスティーラ王国を併合して、イベリア北部を席巻し、 イベリア王の称号を得るほどの牽制を誇った。また前後して、バンプローナから多くのバスク人がフランク王国と微妙な関係にあった南フランスの一部地域に移住。これがきっかけとなってその地域はバスコニアなる独自勢力として台頭し、このバスコニアの後にガスコーニュの語源となり、ガスコーニュ語もバスク語とラテン語の混交により生じたとされている。しかし、 ナバラ王国は、三朝三世主語に四人の息子が、分割相続したことで、ナバラ・アラゴン・カスティーリャに再分裂する。同じバスク人王家、姫の王朝によって治められた三国のうち、最初の創始国であった、レオン王国、アステュリアス王国を併合して、レコンキスタを主導したカスティーリャ王国や、カタルーニャと連合して、大勢力化したアラゴン連合王国の間に、挟まれた、 ナバ王国は元の誠意を取り戻すことができないままに衰退する。近世にカスティーリアがイベリアを統一してスペイン王国が成立すると隣国フランスとスペインの双方に分割併合されバスク人は国家を失った。近代に入って民族主義が勃興するとバスク住民の間でも独立を回復しようとする機運が高まり始める。特にマヌエル・ラメンディにより広められた バスク国運動は、バスク地方が重工業化の成功で、経済的に豊かになっていたがゆえに他地域の住人が移住し、地元住民と圧力を引き起こしたのも後押しになって、大いに盛り上がった。1923年に、バスク民族主義党が、リーフ戦争の動乱でクーデターを起こした、プリモデリベラ将軍に弾圧された際も、バスク青年団などの秘密結社が暗躍して、 バスク独立への工作を続けた。そして独裁政権後の人民戦線政府は、自治政府の設立に同意し、バスク制限団のホセアントニオ・アギーレが、初代大統領に選出された。だが同年に、人民戦線政府に反対する、フランシスコ・フランコ将軍が反乱を起こし、スペイン内戦が発生する。内戦の最中、レンダカリーに選ばれたホセアントニオ・アギーレは、 ゲルニカにあるバクジンの聖地で、祖先の記憶とともに、私の職務を全うすることを誓うと宣誓を行った。これにより、バスク自治政府が成立数百年ぶりにバスク人の独立が回復した。バスク人は恩義ある政府側について戦ったが、戦争は反乱軍の勝利に終わり、自治政府は海外に亡命し、再びバスク人は自由を失う。 フランコ政権では、バスク人は厳しく弾圧され、独自の文化や言語は禁止された。この弾圧下で急速に人心を得たのが1959年に、結成されたバスク祖国と自由で、バスク民族主義党の強硬派からなる、同組織は、各地でテロ事件を引き起こし、スペイン人を侵犯させる存在となる。政府側もテロリスト相当作戦を繰り返し、報復の応酬が再現なく、 繰り返される中で、一層に、バスク人の民族主義は強固なものへと変化していく。フランコ死後の民主政権下で、バスク自治政府が復活したことで、この戦いには、一応の決着がついたものの、大バスク主義的な、バスク人領域の拡大、完全な独立も、意見として残っており、これを背景として、バスク祖国と自由もテロ行為を継続している。2006年には、 同組織が武装解除に応じるとの報道がなされたが、まだ先行きは不透明である。ナバラは伝統的にスペイン化された人々が多く、必ずしもバスク主義運動には賛同しない傾向がある。歴史的にもバスクの他地域と異なる歴史を有し、他地域とは距離を置いている。民主化後に実習形成の際、他地域、今日のバスク州にあたると、 共同での実習形成の動きもなかったわけではないが、結果ナバラ単独での実習形成となった。ガリシアの名が、ローマ統治時代に存在した、ケルト系のガラエキア人に由来するところからわかるように、この地域は、ローマの支配下にあってなお、それ以前にいた、ケルト人の勢力や文化が強く保された地域であった。中世には、ゲルマン系とされるス末ビ人がこの地に、 スエビ王国を建てた。この地のイスラム教徒支配は非常に短期間であったため、他に比べイスラム文化の痕跡は非常にわずかで、こうした要素はイスラム文化の影響が強いた地域と明らかに異なる文化をガリシア人に与えていった。ガリシアでの民族主義的運動はまず文学の分野から始まった。19世紀には 中世にトロバドールの言語として一時代を築いたガリシア語に再び光を当て民族の誇りを取り戻そうとする文芸復興運動レシュルディメントが生まれたこの運動は文学面にとどまらずやがて政治運動へと発展していった20世紀に入るとガリシア語協会が設立されこの動きはやがてガレギスもガリシア主義へと続き様々な政党が設立されたが スペイン内戦後の独裁権下で弾圧された。ガリシア人をはじめとする地方民族を弾圧したフランシスコ・フランコはガリシアのフェロルの出身であった。政治運動としてのガリシア民族主義はバスクやカタルーニャに比べればその力は弱い。それは政党の議席数からも明らかである。それはガリシア民族主義がもっぱら政治的には左翼陣営によっているからでもある。 ガリシアでは国民党の地域支部であるガリシア国民党が第一党、それに社会労働党の地域支部ガリシア社会主義者党が続き左翼民族主義政党のガリシア民族主義ブロックは第三党に過ぎない。それは主にガリシア人の居住分布と関係があると考えられる。ガリシアは一部の都市の中心市街地を除けば住民は 多数の小規模の集落に分散して居住している。また、基本的に農村型社会であるため、自治体内のパロキア、教区やパロキア内のアルデア、オチ及び、より小さな居住地区での人間関係が非常に強い。このことは、現在でも一部の方言地域ではあるが、排他的な一人称複数代名詞、二人称複数代名詞が存在していることから、猛火が悪。そのため、 民族としてのガリシアと同等、あるいはそれ以上に、そのミクロな単位への帰属意識が強い場合も少なく、なく、多くのガリシア人は、自己の帰属意識として、居住地区、アルデア、パロキア、自治体、県、ガリシア州という具合に、より身近な単位から、同心円的にアイデンティティを形成している。そして、その延長としての、連合体としてのスペイン。 スペイン国家の国民としてのスペイン人については多くのガリシア人は否定していないが民族としてのスペイン人については否定している。また、独立論者、分離主義者も存在するがその出身は一部の地域に偏っていると言われ多数派ではない。また、ガレキスモの流れを組む民族主義者は現在ガリシア民族主義ブロックという政党を形成し政治において 一定の勢力を有するものの、その内部は基本的に左翼主義者であるものの、様々な政党グループの集合体で、カタルーニャやバスクほどの影響力を有していない。ガリシア人は独自性の要である言語の面で、スペインの隣国ポルトガルのポルトガル語と類似する部分が多く、言語学的に両者の元となった言語、ガリシアポルトガル語。 あるいは中世ガリシア語やコポルトガル語などの古称もある、は古代ローマの俗州、ガラエキアで話されていたゾクラテン語が元になっている。この言語は、現在のガリシア州に、アストリアス、レオン地方のガリシア隣接地域、及びドールカワイ北の北部ポルトガルで話されていた。ポルトガル王国の独立によって、政治的に分断された結果、またレコンキスタの進展でこの言語が、 南部ポルトガル語に移植された結果、ガリシア語とポルトガル語、標準ポルトガル語の間にはおもむろに違いが生じて行った。故に、ガリシア人の中にはスペインから分離して、ポルトガルと合同しようとする運動もわずかながらあるが、現在ほとんど政治的に力を持たない。これもスペインにおける分離運動の一種と呼べるが、ガリシア民族を否定することにつながるため、 ガリシアうちの民族主義者とは対立する場合が多い。また、ガリシアを含むカスティーリャからポルトガルが12世紀に分離独立して以降、千年近い年月が経過しており、言語以外の面でもガリシア人とポルトガル人の間では文化的にも政治的にもなりの違いが見られることから、例えばポルトガルはその歴史上ブラジルやアフリカとのつながりが強いが、ガリシアは アルゼンチンやベネズエラなどとのつながりの方が強い、ポルトガルとガリシアとの間での統一アイデンティティの構築はかなり困難である。また経済面を考慮すると、スペイン内に留まる方が有利であるとの見方もある。ガリシアには、故障についての問題が存在する。現在の襲名の正式な故障は、ガリシア、ガリツヤであるが、ガリサ、ゴリザなる故障も存在する。 ガリサは主にナショナリスタ、左翼主義者、分離主義者などが好んで使用する。襲名の正式名はガリシアであるが、現在の規範ではガリサの使用も認められている。共に古代ローマの俗州、ガラエキアに由来するが、中世の文書にはガリサと記されている場合の方が多い。カナリア諸島は戦史時代の時点で何らかの文化グループが、 存在していた歴史ある地域であるが、道中探索したカルタゴ人の航海者が無人の遺跡のみが残ると書き残しており、古代に至る前に一度滅んだものと思われている。その後、島はいつ頃から海民を開始したベルベル人が支配するようになるが、近世時代にノルマン人系のフランス貴族ジャンドビタンクルに占拠され、彼はベルベル系の先住民、 グアンチェスと呼ばれるようになっていたを支配下に置き、カスティーリア王国からカナリア王の称号を得た。代償にスペイン人アンダルシア系が多数を占めたを多数移民させ、先住のグアンチェスは激しい弾圧にさらされた。後にベタイクールがポルトガル王国に同地を売り渡したため、今度はポルトガル人が退去して移民し、これが契機になり、 ポルトガルとスペインが戦争に突入した。戦争は、スペインの勝利に返し、以降スペインの冷蔵化に置かれることになり、グアンチェスやポルトガル人、バイキングは、アンダルシア人に取り込まれて消失していった。しかし完全にその痕跡が消えたというより、むしろそれは、カナリア系スペイン人の独自性として転化したと、言うべきで、島国としての閉鎖性も、相まって、 本土のスペイン人とは異なる貴族心を形成していった。政治的にも離れた地域であるために比較的容易に自治権を達成したが、フランコ政権時代に剥奪された。現在は自治権を回復しており、地方運動も独立運動というよりも、それを理由とした経済支援を目当てにしている部分があるとされる。とはいえ、同じ島国ながら、カタルーニャ主義者かスペイン主義者、 エスパニョルのいずれかしかいないバレアレス諸島の住人に対しカナリア諸島の住人はカナリア民族としての部分を意識していることは紛れもない事実である。イベリア半島は中世時代を通して欧州におけるイスラム教とキリスト教の戦いの最前線であった。西ローマ帝国の崩壊からほどなくして中東と北アフリカを席巻した。 ウマイア朝イスラム帝国はイリアに上陸し、一時はイベリアのほとんどを征服するほどの猛威を振るった。トゥール・ポワティエ間の戦いで、フランク王国をはじめとした西欧諸公軍に敗れたため、彼らはイベリア半島と他の西欧を隔てるピレネー山脈を越えることはできなかった。その後、在地のキリスト教勢力の反撃、レコンキスタと内乱で徐々に、 イスラム帝国は南方へと追いやられ、最終的には滅ぼされるが、それは裏を返せば、地理的に南であればあるほど、イスラム文化が深く浸透しているということでもあった。大きな目で見れば、イベリア全土が多かれ少なかれイスラムの影響を受けている、ナポレオンがピレネーを越えればそこは、アフリカだと揶揄するなど、キリスト教価値観を根底に置く、他のヨーロッパからは異端視されがちであるが、 その中でもとりわけ、アンダルシア地方は最後までイスラム帝国の画像であった土地であるため、色濃くイスラム支配の痕跡が残り、時に同じイベリア住民からも異端視される独自性を育んでいった。アンダルシアで民族運動が加熱するのは19世紀からのことで、その前身は無政府主義という形で現れていた。イサベル2世の地下で最も勢いを得た。 無政府主義者たちの反スペイン運動は、アマデオ一世退後の第一共和制を経て、次第にアンダルシア人の民族主義に基づいた運動へと変化を見せ、1883年にはスペインを合衆国にし、アンダルシアをその構成国の一つとする憲法層暗出されている。1918年には歴史学者ブラス・インファンテがアンダルシア国旗と紋章を制定し、 それを旗印としたアンダルシアの地域政党を旗上げする。彼はアンダルシア人の自治運動を組織化し、大きな成果を収めたことから今日、アンダルシアの国府と称賛されている。フランコ政権下でインハンテは処刑されたが、決してアンダルシア人の自尊心が失われることはなく、最後まで同化されなかった。民主化を達成した後、ガリシア語やカタルーニャ語が、 公用語の地位を得ていく中、アンダルシア語は方言としての地位に留め置かれるなど、不遇の地位にあり、たびたび大規模なデモや暴動が発生している。2005年、アンダルシア州政府が自治法を修正する際、アンダルシアを国家とする部分を歴史的国籍という微妙なニュアンスに変更した時に、大きな批判が寄せられ、アンダルシア人の完全な民族的独立への希望が、 失われていないことを示した。二月二十八日はその自治法が制定されたことを祝ってアンダルシアの日とされ、その日はアンダルシアの各地でアンダルシア宗歌が歌われる。アンダルシア人を立ち上がれ、我らの地と自由のために長き戦いの後に白と緑の旗を再び掲げよの歌い出しから始まる。このはアンダルシア人の精神を率直に歌い上げていると言えよう。 今日のスペイン及びスペイン人、スペイン語は、ひとえにカスティーリャ王国が諸国を統一したからこそ存在する概念であり、その文化的統一もダ民族をカスティーリャ人の文化にめることで成立したと言ってもよい。しかし、だからといって必ずしもすべてのカスティーリャ人がスペインという概念に賛同しているとは限らない。その例としてスペイン語の故障問題がある。 地方主義者は、スペインの言語的多様性を無視しているとして、カスティーリャ語をスペイン語と呼ぶことに批判的であるが、当のカスティーリャ語の話者からも、同様の声が聞かれることがある。その多くは、カスティーリャ語圏の左派勢力で、彼らはスペインは、カスティーリャの帝国主義者と王家が生んだ、誤った産物あり、解消されねばならないと主張している。また、カスティーリャ人にとっても、 スペインに属することは他文化の流入で自分化を見失いかねないとも批判している。元より地方文献運動は左派的なものであり、左翼勢力と地方民族主義が結びつくのは珍しいことではない。アイルランドの IRA やバスク祖国と自由、スコットランド国民党なども社会主義を基調としている。ムルシア州は タイファというイスラム系諸国からの影響を強く引き継いでおり、ある程度の独立主義の運動が存在する。話される言語はカスティーリア語に含まれるが、アラビア語の影響が非常に強い。エストレマドゥーラ州で話される言葉は、エストレマドゥーラ語という独立言語に分類されている。だがこの地域では、アンダルシア地方とは逆に、言語、文化ではカスティーリアと遠いながらも、 地運動はあまり盛んではない。カンタブリアこの地域は伝統的にカスティーリア地方に含まれてきたが、レオン地方やバスク地方との十字路であったことから、独自の文化を育んでいる。独立主義の政党が存在する。アラゴン人は中世に建国されたアラゴン王国と、その地政下で用いられたラテン語の方言、アラゴン語により定義される。古来からバスク人、 カタルーニャ人、そしてカスティーリャ人と多くの移民族との連合や支配を経て、来たが、そのいずれにも染まることはなかった。近世にはアラゴン連合王国がシチリアやギリシャにも領土を持つ大国に成長するが、やがてカスティーリャ王国に飲み込まれ、独立の機運を失っていった。フランコ政権下でアラゴン人は徹底的に弾圧され、アラゴン語はカタルーニャ語とは異なり、 その誠意を保つことができなかった。フランコの支配が終わった現在では、アラゴン人の10%しか、アラゴン語を話せないという苦境に立たされてしまっている。しかしこうした弾圧は逆に、眠っていたアラゴン人の独立精神を呼び覚ますことになり、隣国カタルーニャの影響もあってか、アラゴンでは盛んに独立運動が進められ、地域政党が議席を獲得している。アステリアス王国。 レオン王国は、後に統一国家となるカスティーリアの旧宗主国として知られている。ゴート人の亡命貴族ペラヨが、アストリアス族、現地の在来部族を率いて建国した国は、最初にイスラム勢力に反旗を翻したイベリア人国家でもあり、レコンキスタをスペイン人、あるいはイベリア住民全体の団結と、イベリアのヨーロッパ回帰と考えるスペイン王国にて、 同国の系譜を引くことは政治的に重要な事柄だった。スペイン王大使がアストリアス公を称する習慣もこれに由来している。しかし、当のアストリアス人は上記の功績を強い誇りとしつつも自分たちの祖先の功績をスペイン人の自責とされるのを必ずしも心よくは思っていない。民主語の改革においてもアストリア語がスペイン語の方言である疑いがあると、 されたり、スペイン全州が自治州に移行した際にもアストリアス人の居住区だけがアストリアス州ほかいくつか州に分断されるなど露骨に礼遇されていることがその傾向に拍車をかけている。2007年にはレオンアストリアス自治州設立を求めるデモが発生し、同年にはレオン民族同盟が地方選挙で10%以上の得票を得て躍進した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。